東オレゴン大学は、オレゴン州北東部に位置するラグランド市にある4年生大学。オレゴン大学機構に属する大学の一つ。州外の学生にも州内の学生と同じ授業料を課している。20歳以下の学生は、親と同居の場合を除いて1年目は寮に住む義務がある。提供学位は、純学士号、学士号、修士号。1929年。 教師を目指す女性教育のために東オレゴン市販学校として創立。1939年に東オレゴン教育大学、1973年に東オレゴン州立大学に改称した後、1997年現在の東オレゴン大学に改称した。今日、マイケル・キャノン教授の指揮の下、オレゴン州最大のオンライン学位プログラムを有している。 キャンパスは、オレゴン州北東部及び、ワシントン州南東部一帯に広がる、ブルーマウンテンズの中原で、週間高速道路84号線の近く、ラグランデに存在する。自動車での所要時間は、オレゴン州ポートランドから4時間、アイダホ州ボイシから3時間、ワシントン州シアトルから5時間、ワシントン州スポケーンから4時間。現在、 キャンパスには26の建物が存在する。東オレゴン大学は複数の学士号のほか教育学習士号及び教育学習士号を提供している。8つの学部課程は全てオンラインで開講される。大学は、教養学部、教育学部、経営学部から構成する。また、高校衛生学、軍事学、農学、看護学、遠隔教育プログラムを提供し、 それらはすべて学位取得に認められる。東オレゴン大学は北西地区大学基準協会と全米教員養成認定委員会の認証を受けている。マスコットは登山家。アメリカンフットボールは以前は全米大学体育協会3部リーグに所属していたが2005年に1部リーグのフロンティアカンファレンスに参加した。ありがとうございます。